アフォンソ一世は、ポルトガルの貴族。初代、ブラガンサ公、第八代はルセロス博。アビス朝初代のポルトガル王ジョアン一世とイネスピレス、エステベスの諸子で、ブラガンサ家の祖である。ドゥアルテ一世、コインブラ公、ペドロ、エンリケ公会王子、サンティアゴダ・エスパーダ騎士団総長ジョアンダのイボアニに、あたる。同母妹に、イングランド貴族のアランデル博、トマス・フィッツ・アランいで、 エクセターコージョンホランドと結婚したベアトリスがいる。1401年にヌノアルバレス・ペレーラの娘ベアトリス・ペレーラであるビムと結婚する。1410年頃にアフォンソは聖地巡礼の旅に出ポルトガルに地理的知識をもたらした。岐阜のペレーラが修道院に陰性した後、アフォンソは彼の財産と共に王権に対して挑戦的な 信仰貴族の指導者的地位を継承する。弟のエンリケ公会王子と同じく、アフォンソは、モロッコでの征服地を拡大する、主戦派に属し、ドゥアルテ一世が6歳のアフォンソ五世を残して没した、あとは世相である王母レオノールを支持した。1438年から1441年にかけて、コインブラコー、ペドロ、 サンティアゴダ・エスパーダ騎士団総長ジョアンダがレオノールに対して反乱を起こし、ペドロがアフォンソにブラガンサ行為を受釈し、いくつかの特権を与えることを条件に和解が成立し、反乱は収束した。青年に達したアフォンソ5世はブラガンサ公アフォンソの意見を受け入れるようになり、かつてコインブラコペドロとの争いに敗れた一派が再び宮廷内で力を持ち始める。 1449年に反乱を起こしたコインブラコペドロが廃止した後、実権を握った。アフォンソ一世は、ベアトリストの間に二男一女を設けた。後、カスティーリオ・をエンリケ二世の書子、アルフォンソの娘コンスタンサと1420年に再婚したが、子供は生まれていない。ありがとうございます。